こんにちは、Kです。今日サブチャンネル一発目のテーマはカミエル・フォーヘンスというブランドの印象はネクスト・マルジェラと呼ばれてるみたいです。おー、カミエル・フォートヘンスじゃなかったかな、確かフォートヘンスだったような気がするんですけど、ネクスト・マルジェラと一時期呼ばれててね、確かに2019年あたりとかかな、出てたアイテムって結構それを感じさせるようなアイテム多かったんですね。ジャケットとか、まあ、あとは、なんかこう、トラックジャージみたいなのとかも、ちょっとこう、継ぎはぎっぽくなってて、っていうのとか、結構あったんですけど、なんか最近の印象で言うと、僕もちょっと実物をすごいちゃんと見たことないんで、あれですけど、だいぶちょっとマルジェラからは、それたかなーなんでも、ちょっと最近のを見てると、通販とかで取り扱われてるのを見ると、ちょっと思うので、まあ、そのね、オランダから出てってデザイナーがね、印象はなんか、マルジェラと近いものが最初あったんですけど、ちょっと最近どうかなとは思う。まあ、でも、なんて言うんですかね、スタイリングというか、色使いというか、こう、シンプルで、こう、デイリーに使えるものなんですけど、ちょっと変わってるみたいな。まあ、その辺は気持ちマルジェラと近いところとか、まあ、その再解釈の仕方みたいなところは近いところがあるのかなというふうに思ってます。はい。次。出先で喉が渇いたらどうするんですか？ペットボトルとスマホ手に持つんですか？そうです。はい。そうですね。ペットボトルとスマホ持つのって別にそんな苦じゃないよね。どうペットボトルとってそんなに僕は苦じゃない。まあ僕身長も大きいから手もそこそこ大きいので、そんなに苦じゃないです。まあでもペットボトルってあんまり大きいのを買うことってもう出先だとほとんどなくって、まあほら、おしゃれなカフェとか行こうみたいな人がだったら、なんかプラスチックのああいうさ、やつ持つし、ペットボトルでも大体120円ぐらいのサイズのちっちゃい方を買うので、そんなに、なんていうかな、うわ、邪魔だ、みたいなのは僕はないです。ペットボトルとスマホは、はい、手に持ちます。なんならカードケースも持ってます。はい。次。子供の頃になりたかった職業と実際に就く仕事は 90% 違うらしいですが、Kさんはどうですか？いや、だから子供の頃は僕はもうサッカー選手になりたかった。てかもう絶対になれると思ってた。子供の頃はね。もう絶対俺ならなれるってすごい思って、でだし、まあ大体僕中学、まあ高校ぐらいまでもずっと思ってましたけど、プロになれるかな、みたいなとは思ってましたけど、やっぱ全然違いますよね。今や、まあ、これが、ちょっと、なんていうのかな、ついた職業と言えるかわかんないけど、YouTube やってたりとか、まさか想像できないので。だから前もどっかのサビで言ったんですけど、僕は自分の将来を想像することってあんまり無意味なんじゃないかなってずっと思ってて、だったら目の前の、今年何したいとか、来年これしたいっていう、な、その近い目標に全力を注いでる方がいいと思うタイプなので、まあ、小学生とか子供の頃ってさ、すごい遠くの夢を見るじゃん。まあ、それはやっぱ精度って低くなるよな、というふうに思います。ただまあ、子供の頃から医者になりたいって本当に医者になったやつとかね、本当すげえなと思うので、尊敬ですね。そういう人は。まあ、サッカー選手とかはさ、スポーツはほとんど子供の頃からの夢が叶った人たちがほとんどだと思うけど、なんかそういう学者とかさ、まあそういう研究とかやられてる方とか、まあそういう、まあ例えばアーティストとか、そういうので、もう子供の頃から歌手になりたくて歌手になったとか、まあそういうのはマジですげえな、っていうふうに僕は思いますね。まあスポーツの世界は当たり前ですけど、まあその他のジャンルに関しては本当にすごいな、というふうに僕は思う。まあ僕もスポーツの仕事を絶対すると思ってた。正直ね。はい。まさか、服って、って感じです。はい。次。今まで、R さんにどんなものをプレゼントしたりされたりしましたか？おう、これも前なんか、どっかで言ったけど、プレゼントしたり、僕がしたもので言うと、まあ、旅行だよね。旅行と、まあ、あとは、あと、ロエベの、あれは、ゲートっていう、なんかドラえもんの、ここの袋みたいな形の、黒とオレンジの、まあ、R がちょこちょこね、動画とか、ツイッターに載せてるんで、まあ、もしかしたら見てくださってるかもしれないけど、黒とオレンジのゲートのバッグ、あと、ゴールデングースのグリッターの厚底のやつ、あとは、プラダのクラウドの白、あとは、プラダのナイロンのバッグとか、あれ結構な金額になってる。おかしいな。とか、あげ、で、まあ、ただ、あと、エアポッツとか、ま、あげたか。まあ、やっぱ、物でもね、僕はあげる分には全然いいんですけど、やっぱ、その、物って結構難しくって、
なんか服に関わるファッション以外のものをあげれるようになるとなんかすごい大人だなーなんていうのは思ったりするんですけど、僕逆にプレゼントされたのは結構やっぱ旅行が多いよね。その時間を一緒に過ごすみたいなのが。まあ僕もほら、やっぱ普段自分でこういうことやってると自分の力でなんか旅行に行こうってなかなかやっぱちょっと思えないというか、時間もあるなら、まあ自分の誕生日とかどうでもいいぐらい仕事してよとか、ちょっと割とそっちの方なんですけど、でもそういうタイミングで旅行プレゼントされてると、まあいろんな場所行けるし、まあそれで行った宮古島は今のところ日本では僕が一番気に入ってるので、まあそういう発見もあったりとかするんで、そう、あんまりこう僕、その服に関わるものをもらっても、まあどう、よっぽど欲しいって言ってるものがもらえたらそれ嬉しいけど、それでも結構やっぱ金額もいくし難しくて、なんかだったら僕はその体験的なのをもらえるとすごいそれは嬉しいなっていうふうに、まあその人もね楽しめるからっていうふうに思うので、まあ僕も結構その旅行とかそういうものをしたりとかっていう感じかな。はい。次。おしゃれなアイテムとよく言ってる人がいますが、僕自身おしゃれとはあくまでコーディネートとして成立ものするもので、アイテム単体でなるものではないと思うんです。同じ考えだったりしますか？はい。します。これ僕もサブちゃんどっかで待って似たような質問答えてる気がするんですけど、まあこう、おしゃれなアイテムってよくわからないんです。まあそのね、そのおしゃれっていうもう言葉がさ、だってこう、飲み物見てもおしゃれって思うでしょ？空間を見ても思うじゃん。人を見ても思うでしょ？もうなんかおしゃれって何よっていう感じなので、僕の中でそのおしゃれっていうワードってめっちゃそのレベルが低い、もうやばいとかと同じだと思うの。おしゃれなアイテムっていうのはまあ僕もないと思うし、まあ、その人が着ることでどう見えるかっていうね、最終的にはそこだと思うので、この方と僕も全くの同意見です。はい。だから絶対イケてるアイテムとかなんかそういうのも要は一緒だよね。まあ、絶対そのイケてるアイテムって、いやいや、でも着る人がイケてなくてもイケてるのって言ったらまたちょっと違くなってくると思うから、まあ、あくまでそのファッションというのは服と、まあその着る人がその合わさった結果の話だと思うんでね。まあ確かにアイテム単体でとかっていうことは言えないんじゃないかなというふうに思います。はい、次。個人的に微妙だと思うスタイリングを友達からは褒められると微妙な心境になりませんか？まあ正直ね、正直もう僕ぐらいのそのまあ年齢というかなんていうかな、になってくると、ちょっと周りの人のスタイリングをお互いに褒めたりとかっていうことはもうほとんどない。正直。だ僕も自分のいいねって言われたことも最近そんなないし、逆に相手のことをそのスタイリングかっこいいねとかっていうふうに言ったこともほとんどないから、ちょっと何とも言えないけど、まあでも新しい発見でもあるんじゃないですか。まあ自分にとっては微妙だけど、周りから見るとこういうのっていいんだっていう発見にもなる気がするんで、まあ微妙な心境という気持ちはわからなくもないですけど、あ、これってこういう感じ。友達のそのあれにもよるけどね。友達がその一般的な感覚を持ってるのか、すげえ服好きなのかで、全然変わってはくるので、服すごい好きな人から、そういうのを言われたら、あ、これはこれでありなんか。俺は微妙だと思ったけど、これはこれでっていう発見にもなるから、まあ、そう捉えればポジティブにも捉えられるし、いやでも俺微妙と思ってんだけどな、と思ったら複雑にも捉えられるな、という感じです。はい。次。今日のね、サブね、短いかも。今9分でしょ。残りもう、三つ四つぐらいしかちょっと質問準備しなくて短いかもしれません。はい、次。服飾を除く他の大学に比べて慶応はおしゃれな人が多い気がします。山本洋次は川久保例の影響はある。ちなみに青山学院大学はおしゃれなイメージあるかと思いますが、プレイ着てるだけでチヤホヤされるレベルです。ほう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 。まあ、まず僕は青学におしゃれなイメージ特にないんで、なんか美男美女が集まる場所みたいなイメージはありますけど、おしゃれとは僕はそんなに思ってないですし、慶応におしゃれな人が多い。どうかね、川久保玲が行ったから慶応大に行きたいですっていう人っている？正直いないと思うけど、それでもほんとたまたま見たタイミングだと思う。だって年度によって絶対変わるじゃん。そういうすげえ服好きな人が多い年代とそうじゃない年代って多いと思う。まあ僕そのあんまり都内の大学のその中身とかっていうことをあんまり詳しくないんでちょっとわからないですけど、大学、この大学が絶対おしゃれなやつが多いっていうのはそんなにないんじゃないかなーっていうのは僕は思うけどね。慶応行く理由が川久保玲の後を追いかけてっていう人ってマジで1000人いて1人いるかいないかとかそんなレベルじゃないかなというふうに正直僕は思いますね。大学でおしゃれな人が多い大学ってなんかあるの？どうなの？ない。そのほら服飾は除くって言われてるけど、
なんかそんなにないような気もしなくもないけどね。イケイケとかそっち。だからまだ青学とかでどっちかというとそっちでしょ？だよね。その、なんていうの、いわゆる、ね、そうだよね。外向けの感じが多いけど、かなというふうに思います。はい。次のトレンドは、難しいね。これは難しい。まあ、秋冬はだから間違いなくベースになるのはテイラードですね。もう、あくまで、秋冬っていうのはテイラードがベースで進んでいくので、まあ、これまでのその、ストリートがどうとか、まあ、なんかそういうのはちょっと薄れていく。まあ、あとは、見てると、やっぱユニフォームワーク的なところが多いので、ちょっとワーク寄りのアイテムとか、そういうユニフォーム的なアイテムっていうのは、ちょっと多いのかな、というふうにまず思ってるのと、まあ、あとはその、いわゆるジャージですよね。トラックスーツっていうのは、いろんなブランドから出てるので、まあ、コートのインナーに入れたりとか、まあ、昔もありましたけど、またその熱が少しトレンドとして、まあ、今もね、人気だったりしますけど、来るのかな、っていう印象はあるかな。まあ、レディースで言うと、まあもちろんミュウミュウが引っ張っていくのは思いますけど、まあ、あとはまあバレンティノのああいう真っピンクなコレクションとかっていうのは、まあやっぱ一つのブランドがあれだけ色に染まったコレクションをやると、ボッテガのグリーンみたいに引っ張られるところが最近はあるので、まあレディースは割と真っピンクとかにも、まあもう春夏ぐらいから、この時期ぐらいから引っ張られる人もいるのかなと思う。結構なんか有名なね、フェスとかでもうすでに秋冬のセレブリティが来てたりしてて、やっぱそれ結構話題になってるので、バレンティノのピンク。まあ、ミュウミュウはまあ強いでしょうね。もう今は新しいブランドとして来た感があるので、かなというふうに思います。まあ、この Y2K トレンドみたいなのがレディースで言うとどこまで持つかっていうところもありますけどね。まあそこもちょっとどうなのかなとは思いますが、割とレディースはまあピンク、バレンティノは強い。メンズはまあテイラードベースで、まあ、だからちょっとやっぱりドレス寄りですよね。まあフォーマルな印象寄りになってくるかなと。うん。まあ革靴履く人が単純に増えるかなっていうような印象です。はい、次。シルエットが悪いとシルエットが面白いの違い。おー。シルエットが悪いってね、これね、結構ね、好き嫌いはあるんよ。正直。なかなか難しくって。まあ縫製が悪いっていうのをイコール言ってるような人たちもいるし、例えばラベルがちょっと歪んでるとかね。そういう具体的なクオリティの低さは、確かにシルエットが悪いに、直結することってあるんだけど、例えばラベルの、高さがちょっと違うとかさ、まあ、着た時にちょっと歪んでいるとか、なんか、まあ、そういうのは正直あったりするけど、まあ、結構レベルの高いもうブランドになってくると、シルエット微妙だよねとか悪いよねっていうのは、正直ね、だいぶ好き嫌いが入ってると思う。で、まあ、面白いっていうのは、やっぱその、洗練されてるかどうかっていうのが一つ重要になってくると思うんだよね。例えばシルエット崩してるけど、例えば Y プロジェクトみたいに、うねうねさせてると。デニムとかをこう、うにゃうにゃうにゃっていう形にしてて、あれがシルエット歪んでるとかっていうふうに思えばそうかもしれないけど、あれって狙ってるし、精度が高いわけだよね。だから単純にクオリティが高いんだよね。そういうのはシルエット面白いよね。っていうふうに、なってくるし、あとはパンツの形がちょっとこれまでいないようなユニークな形だったりとか、そういうのだと面白いねっていうけど、まあそれはあくまでクオリティもそこそこいいし、まあその狙ってね、洗練さを感じさせるものが多いので、それでくるとシルエットって面白いよねっていうようになるのかなというふうに思う。これで難しいですよ、正直。ただ、まあ、僕の中ではシルエットが面白いっていうのは、もうそのクオリティもある程度あって、プラスアルファ、まあそれまでになかったものだったりとか、遊び心があったりとかすると、その面白いねっていうふうに言え、ただ面白いっていうだけではいろんなの作れちゃうので、っていう感じかな。悪いっていうのは正直好き嫌いめっちゃ入ってるような気もするかな。まあちょっとね、値段がかなり落ちてくると、そういうクオリティっていうのが出てくるよ。例えばシャツ着た時に、なんかちょっと袖の形ちょっと変じゃね、これシルエットおかしいよねとかっていうのはあるかもしれないけど、まあ、例えばラグジュアリーとかで比べてくると、そんなに極端にね、シルエットがいい悪いっていうのは、そんなに大きくないので、好みかなという、例えばサリバンのジャケットがいいっていう人は、サリバンのシルエットいいって言うと思うし、例えばちょっと緩めのマルジェラのジャケットとかがいいっていう人は、マルジェラのシルエットいいって言うと思うし、まあ、それって好き嫌いじゃないですか。まあ、だからそんな感じかなとは思います。はい、次。最後ですね。クロップドとスンタラズの違い。どうすればスンタラズに見られないか。まあこれはもういかにファッショナブルで、俺これあえてやってるぜっていうのを出せるか、じゃない？もう、そこでしかない気がする。だから、丈をすごい短くした時に、超ベーシックなスタイルをやってると、丈どうしたってなるけど、それが例えば超こう、ファッショナブルなこうさ、ちょっとエッジの効いたシューズ履いてて、例えばソックスもすごい派手なの履いて、あ、これはこの人絶対あえてスタイルでやってるわってなったら別に、スンタラズだって、まあ言わない、まあ言うやつもいるけど、そういうやつはまあとりあえず置いといて、まあ別にみんなに見られないというかさ、
たまにこういるじゃないですか、ソックスめっちゃ出しててめっちゃパンツ短みたいな人とかね、ギャルソン好きな人とかでたまにいたりするけど、でもあれってスンタラズっていうかっていうか、まあそれよりかはまあこれってスタイルなんだよなって、まあギャルソンってそういうの昔からこういうスタイルやってるよなっていうふうに服好きたちは感じるから、まあその一般の人たちにスンタラズって思われないようにするにはどうするかってなると、まあそれは丈をもうちょっと長くするとかっていう、それベーシックな回答になってくるけど、まあその服好きとしてであれば、やっぱそれをいかにこうファッショナブルにこう狙ってる、俺はこれでやってるんだぜっていうのを見せれるかどうかっていうところじゃないかなと僕は、もちろん限界はあるけどね、そんなにめちゃくちゃ短くしたらいいかっていうわけではないから計算しなきゃいけないけど、まあそういうところかなと思う。まああとはやっぱ裾がダブルになってたりとかすると、あこれあえて直したんだろうなとかっていうのも見れるから、シングルでそのままよりかは、まあ多少そういう裾にデザイン性というかね、加工というかそういうのをしてる方がいいのかな、切りっぱなしにしてるとかダブルになってるとかのが、これまあそうやって狙ってるんだろうなっていうふうに思われるかもね。はい、そんな感じです。まあこの辺ちょっと難しい、最後のこの2つの質問結構ニュアンス的な回答でちょっと申し訳ないんですけど、まあ、ファッションって時にこうニュアンス的なところがついてくるというか、言語化がすごい難しい範囲っていうのが絶対にあると思うので、まあそのシルエットとか、まあこういうどうすればスンタラスに見られないかとかっていうのは、まあそんな感じかなというふうに思います。はい。じゃあ、今日はちょっとね、16分ぐらいしかないんでちょっと短いんですけど、まあたまにはね、こんな日もあっていいでしょう。はい。はい。以上です。はい。僕はじゃあこの後は、お昼ご飯を食べて、メインを取ります。面白そうなメインを取ります。はい。ということで、はい、じゃあ以上にします。